わからん。残ったのは俺たちだけだ。将校の軍服だ。俺は大尉の着る。お前は中尉のを着ろ。それは聞くな。永久にしれっこないぞ。死んじまったよ。ドイツの連中が捨てたんだ。着てみろよ。これから行くとこは将校の方が待遇がいいらしいからな。心配するな。今にわかる。俺はリヨン出身、フランスはトゥーソン大尉だ。やっと俺が上になったな。これからはお前に靴を磨かせるかな。この戦争は当分終わらないぞ。続くんじゃないかな。永久に。もしやめさせたきゃ撃てば静かになるぜ。だったら殺してから海に捨てようぜ。命が助かったからさ。なんだか知らんが、もし直接こいつに当たってたら俺たちは吹っ飛ばされてた。甲板下の9階だ。一番下まで降りられるのは貨物用のエレベーターだけだ。あんたの仲間はすごく優秀だ。消えた乗客全員が。アンプは別だ。ついてねえ。携帯電話はつけてやるが、アンプの方はダメだ。だからスピーカーもアンプもついてねえんだって。それにそういうくだらねえ質問に付き合うのもごめんなんだよ、ニック。金メッキのロールスロイスだ。金払えばな。じゃあこれ以上話すのは時間の無駄だな。よそへ行きゃ900ポンドでも安い代物だってのに、200でも高いってのかよ。どこの学校出たんだよ。こりゃ安い。お買い得だ。まさに正規の大安売りだぜ。でもな、売るのはやめることにしたよ。はいい、いくら儲かった。わあ、だとしてもあんまり、くそついてない。もう少し入るかと。いや、そうじゃなくてもう少し期待してたから。もっともっと稼がないと。いつも金欠で。知ってるだろ、支払いは大変なんだ。まだまだ家のローンが残ってる。残業して必死で稼いでるけど。ジャニーに任せてるから。でもちゃんと見るよ。親友以上に信用できるやついないだろう。そうだろう。違うか。7番だな。僕のラッキーナンバー。でもいい、君のチョイスは僕のチョイス。死にきやがった。殺されに来たのか。死にきやがった。殺されに来たのか。びっくりさせたかな。ずいぶん探したぜ。あちこち回ってな。俺じゃねえ、ある立派な紳士だ。俺の旦那様が君を探せって。本当だ。嘘なんかじゃない。君のこと気に入って、今夜は君が欲しいってさ。だから俺が迎えに来た。旦那様は今ハノバ通りで君を待ってる。君は綺麗だ。なるよ、俺が案内する。そうだ、忘れてた。旦那様からプレゼントだ。ブドウは好きか。乗りな。おわちょてる。こんにちは、ボブ・ライクリーです。生中継でお送りします。絶好のサッカー日和です。さて、いよいよです。メインマシンチームの入場です。ヒールの若の有名なダニーミー、囚人のキックオフです。モンク、ミーにボールを出します。ミーセンターに出てきた。バーとミーの足を引っ掛けた。ミーが怒ったぞ、ボブ。その通りだ、ボブ。敵は一人多い分余裕を持って攻められる。ボールはウォーカーからゲイルへ。ゲイルから吐いた、吐いた、シュート。スーパーセーブだ。なかなかうまいな。ホーグに聞いたのか。なんだ。分かってる、考えてることだ。このクソ女め。俺たちは沈んでいく。ま、女に殴られたのは初めてじゃない、最後でもないだろう。でもあの時一発もらってよかったよ、立派なペイジさん。ジキルです、どうかよろしく。うるさい、黙れ。もう騙されない。私は善人だ、善人だ。私は大丈夫です。立派なことを言いますね。自分がしてきたことは棚にあげて。問題はそれだけじゃ済まないと思います。スキナーが私の薬を盗みました。他に誰が。
コソコソしているろくでもないやつです。そっちの方が喜ぶんじゃないかな。書いてませんよ。もうすぐできますから心配なら見に来てください。じゃあ明日のティータイムに。彼女がロンドンに来るというのを断って僕がこっちに来ました。兄は耐えられませんよ。ロンドンでの生活は乱れてましたからね。そんな暮らしに僕も疲れました。皆さんを失望させましたね。ここではこの上なく幸せでした。作品も良くなりましたよ。鋭さは消えたが。どうもタイバーグです。悪いけど先生はいないんだよ。ちょっと休養でね。ええ、そうなんですよ。なんだか急に風邪ひいちゃってね。さっさとやってさっさと終わらせようね。おいで、かっこいいもの見せてあげるから。ああ、すみませんが診察室はご遠慮ください。待合室へどうぞ。あっちに水もありますので。私は医者ですから任せてください。乗ってますよ。どうも伝説のボビージー。いや、会えてよかった。ブライアン・セルビエだ。ようこそ我が家に。ワインをお出しして、うちで作ったんだ。ドン・アトロから伝言ですぐ来られなくてすまないと。でも週末には来る。それまではゆっくり休んで命の選択をして。ボビージーやっと出たか。一晩宿を頼む。連れが馬をつなぐのを手伝ってやってくれ。いらん。弟が息絶えるまでは自分の酒しか飲まぬと誓ったのだ。だが連れが飲みたがるかもしれん。納屋にいる。最高の部屋を頼めるか。今は馬車と黒い馬4頭をつないだところだ。笑えるだろう。その父が他界して馬車をもらった。ストームホールド王国で一番大きい馬車だ。ここまでのベンの供述はかなり信憑性が高い。裏を取ったが実際午後7時に出勤してたし、下の階の住人は水漏れに気づいたのは10時頃だったと証言してる。ただ引っかかるのは、これは単なる偶然かもしれないんだが、ベンは日勤の警備員のロレンゾ・サペッリに辞職すると話してる。遠くへ越すかのように。その話聞いてた？拘束しておく理由はないよ。しかし変わった時代だ。1日のボタン生産量は4万個から50万個へ。従業員は10倍以上に増え、工場も24時間体制。皮肉なもんだ。戦争のおかげでボタン業は繁盛した。実は病気なんだ。あとどれくらい持つかわからん。私は家族もいないし独り身だから。君さえよかったらちょっと付き合ってほしいところがあるんだ。ところでボタンについて知ってることは？やっと銃をもらえた。見ろよこの銃をね。入れてる。子供だぞ。冷たい野郎だな。どうしたのかな。親とはぐれたんだってさ。おじさんの携帯使う？番号は覚えてるかい？呪ってやるゼウス。貴様には汚れた妃もその息子も渡さん。俺は飲んだ。ハンガって来てるって親と一緒か。親がいないみたいだ。保守的かもだけど。降ったら濡れるね。誰かがサンルーフを壊したから。パパママは分別。パパとママは分別ある大人。とすると容疑者は2人だな。ああ、あるよ、プレ。VIP 用のレーンってヤギもいるけど。レイチェルはケンブリッジで。何も。ニェット。ここじゃない。何も。ニェット。ここじゃない。金はない。黙れ、パートニック。自分で探せよ。ウォールドーの攻撃は実に見事だった。政治家ってのはクソだ。やつはそのクソ盛り上がること絶対に間違いなし。やってやろう。すごいだろ。さらアイデアは集まってるか。我らがモンローがまたニュースになってる。補欠選挙に出馬するようだ。ウォールドを送り込め。ウォールドを補欠選挙に立候補させて投票を呼びかけるってのはどうだ。愛しのダドリー城へ。まずは慌ただしい出発を浴びたい。認めたくはないのだが、君の父上は正しいのです。確かに今の私は一文無しだ。しかしそれは私が浪費家なのではなく、探求のために投資をしたためだ。私が発明したこの装置を使用すれば、地理学に革命を起こすことができる。正確にこの世界を地図に描くことができるのだ。そして壮大なこの計画では、私の愛すべき故郷グリニッジを全ての測量の起点に選定した。旦那にもそう言えよ。ただし彼女が噛み切らなかった方の耳にな。来るな悪魔め。下がれ。来るな。母親と妹にもそう言ったのか。お前が殺す前に。うん、よせ。トリックの秘訣は人の目をそらすこと。愛人の家で不意打ちされた。なんというか取り込み中に。
見張りをさせていた男が居眠りした。俺は違う。ここを出る。白昼堂々、誰一人俺を止めることはできない。お前は俺を見張るはずが居眠りした。完璧な奴はいない。会ったのは大事な女か。計画は言ってないな。この俺だって愛を信じている。しかし次に女と会いたくなった時は先に言え。分かったな。寝ておけ。忙しくなる。殺されはしない。生死を決めるのは神だ。それなら構わん。神のおぼし召しなら聖セバスチャンだよ。ローマの元兵士で神に出会った。物語を聞きたいか。ローマ皇帝は改心したセバスチャンにキリストの教えを捨てろと迫ったが彼は拒んだ。そこで皇帝は無数の矢を威嚇させたが、セバスチャンは生き延びた。恵み深き神がセバスチャンをお守りになったんだ。残念ながらその後皇帝の命で殴り殺された。スナイパーだったらとっくに殺してる。ラッキーだったな。こいつのカメラでかすり傷だよ。死にかけた。そりゃいたが遅かった。やめろ。ダメだ。見るな。俺はもう拝んだよ。包帯を取っちまったら二度と巻き直せそうにないだろう。会えてよかった。何日かぶりに会ったよ。息して動いてる。コソボにいたことがある。ひでえもんだったよ。地獄だ。ケニアでか。仕事だ。船が来た時俺は誓った。